今回は世界で起きてしまった少年犯罪というのを紹介していきたいと思います。早速です。1つ目、カミソリで顔を切り刻み殺害。1977年、岩手県のとある農家にて生後2ヶ月の女の子の赤ちゃんが顔をズタズタに切り裂かれて死亡するという事件が起きました。犯人はなんとですね、赤ちゃんの姉でした。これ衝撃の年齢なんですけど、2歳の少女です。原因を聞こうにも供述なんか取れるわけもないんで、ただ教育の専門家によると、泣き叫んでいたであろう赤ちゃんに何度もカミソリを当てる精神状態は2歳とはいえ普通ではなく、心に何か深い要因があったのではないかと推測しています。史上最年少で終身刑。はい、こちらは2001年に起きた事件です。当時12歳だったライオネル・テイトにより6歳の少女が殺害されるという事件が発生しました。被害者の少女はライオネルの母がベビーシッターとして預かっていたんですけど、この子の証言によると、プロレス技を練習していたら動かなくなったっていう風に言ったんですけど、検視の結果、頭蓋骨や肋骨の骨折、脳や内臓の破損も見られたそうで、つまりはプロレスの練習ではこうはならないと、12歳にして嘘をついたっていう可能性があるんですね。で、裁判の結果ですね、この事件の悪質性というのが認められて、ライオネル・テイトはアメリカにて史上最年少で終身刑が言い渡されました。次です。連続殺人事件の最年少。インドの極貧の家庭に生まれたアマルジード・サダという少年です。彼は8歳にして連続殺人鬼という風に言われてしまいます。この子が初めて犯罪を犯したのが、彼が7歳になる2006年、当時6歳だったいとこの少女と生後8ヶ月の自分の妹を殺害します。当時ね、7歳という若い年齢であったことから、なぜか周りにいた村人たちは家庭内の事情だろうと黙認していたんですね。しかしアルマジードの犯行は終わりません。その翌年の2007年、今度は隣人の娘である生後6ヶ月の少女を誘拐、石などで強く殴り殺害した後土に埋めます。この事件が発覚したのは、殺害された少女の母親が娘がいなくなったってことを村人たちに相談したんですね。これはアマルチードの犯行だと思った村人たちが彼を問い詰めて犯人が発覚します。警察の取り調べで殺害の動機を聞かれた時には、ただ笑うだけで質問には答えなかったそうです。